い、皆さん今日はね、なんとね、やばいんだけど、今日はテレビ東京さんのところに行って、まあ、ダンススタジオ、ムーブメントダンススクールっていう有名なスタジオにラジオがあるからそれに出演してくださいって言われたんで、今から行きたいと思います。ブー、結構緊張してる、マジで。ラジオなんてやったことないし、クソ初めてだからね、マジで。何聞かれるか分かんないし、初めての潜入企画じゃないこれ。外に雨降ってるし、時間もギリギリだと思うから早めに行きたいと思います。これからテレビ東京さんの方に入るんですけど、緊張がすごいから本当にどうなるか分かりません。ちょっとまあ15分ぐらいなんだけど、実際喋るのはダンス関連のラジオなんで、何を話せるか楽しみです。本当にやばい。東京雨です。さあ、天王洲アイルの窓の外は順調に曇ってます。雨も降ってんのかな。さあ、今日もダンス界を応援するウェブマガジンムーブメントとコラボしていますが、今日はムーブメントダンススクール一押しのダンサーケンジ浅山さんが来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。ケンジ浅山さん現在19歳。2016年のニーヨの日本公式ダンサーに選ばれたり、ポカリスエットの CM に出たり、日本で活躍の幅を広げるほか、2017年からアメリカで1年半活動して R&B ダンスの創設者フリーブギーアシスタントとしても、活動します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ケンさん、もともとどこ出身で、どうしてダンス入ったんですか？東京出身で、マイケル・ジャクソンに憧れて、ずっとマイケル・ジャクソンを見て真似して踊ってましたね。真似して踊ってた、はい。それで実際にダンスを始めたのは？はい、本格的に始めたのが中学2年生ですね。ダンススクールに？いや、自分はずっと独学でやってて、家の廊下で1日6時間以上踊ってましたね。そうなんだ。やっぱり独学だからこその、何かってあるのかな？やっぱそうですね、自由に踊れる振り付けがないんで、だよね、もうずっと音に乗って踊ることがもうすごい楽しくて、だからどんな曲でも踊れるっていうのが強みでしたね。そうだよね、だから、はい、楽しい間違いとかじゃなくて、本当のダンスだよね、はい、踊りっていうことですよね。そうですね。で、つい最近までアメリカに行ってたの？はい、行ってました。アメリカはどちらですか？ロサンゼルスの方に。 LA？ はい、 LA にまずどのぐらいいて何をしたの？ LA のどこにいたの？ノースハリウッドの方に住んでまして、ずっとアメリカでダンス目的として活動してました。どんなことをしてたの？向こうでもダンス教室に行く。まあそうですね、ダンス教室で通い続けて、まあ自分の名前をイントロデュースして、そうですね、いろんな人に名前を知られてもらってました。アメリカってうるさいことを言わないから、楽なところ楽だよね。そうですね、よければ手放して喜んでくれるところがあって、本当にオープンで素直な人が多くて、そうそうそう。で、結構アメリカ人ってすごく LA の人は特にフレンドリーだから、はい、どんどん懐入ってくるよね。そうですね、もう自然と友達ができていくみたいな感じですね。それがね、 LA の文化で、俺当たり前、俺ずっと LA だったんですよ、幼稚園小中高、はい、だからそれが当たり前と思って日本に来たら最初びっくりして、みんな親切なんですけど、はい、オープンじゃないと思ったんですがね、はい、ごめん、その中で LA に行ったのは知り合いがいたとかなの？いや、全然誰もいなくて一人で行きました。言葉は？いや、全然わからないです。偉いね、はい、もう行ってやると。行ってやると。でもノースハリウッドに住むってことはビザとかじゃ申請？学生ビザ。学生ビザ、はい、申請しました。そうか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 。まあいろいろあると思うんですけど、向こうで活動して感じてみたことは？なんでしょうね、やっぱ刺激が違いましたね。全てに対して違います。人生変わりました。で、どういうふうに聞くのも変な話ではあるけど、はい、単純にダンスのルーティン見ててもね、はい、例えば何だろう、一つの曲でそうそうね、20人ぐらいで踊ってる時に、はい、日本はきっちりこうみんな出てくるんだけど、アメリカってこう重ねるように出てこない？そうですね、いっぺんにもうスラスラスラって出てきて、関係なくさ、もう勢いとか、はい、でも日本は一歩一歩ステップ決まってるけど、ね、アメリカ人そこら辺はラフっちゃラフなのかな。ラフすぎるほどラフですね。そこからぶちかましてるよね、はい、ぶちかましが一番大事。みんなぶちかましです。だからやっぱ自分は後ろ行っちゃうんですよ、どうしても日本人だから。
そこがもしかすると、まあ、根本的な日本とアメリカの文化的な違いかも知りませんね。ある意味カルチャーショックを受けました。上手に踊ってうならせるのとぶちかまし、はい、すごかったです。もちろん日本でもぶちかましいっぱいいますし、アメリカでも反対いますけど、はい、さあ、今日はケンジ浅山さんが遊びに来てくれてますが、ゲストに1曲選んでもらってますが、どうしてこの曲ですか？まあ、自分と重なる点がすごい歌詞的にも多くて、例えば、若い子に勇気を持って何事もチャレンジしろっていう遠回しの歌詞があるんですけど、それにちょっと今の自分も重なってる部分があって、そうですね、これに選びました。19歳でしょ、はい、俺50やで、30も違うんだよ。立派だね。じゃあですね、曲を紹介しなさい。ブラザーのマット・コービーです。さあ、今日のゲストケンジ浅山さんが選んでくれたマット・コービーブラザー、初めて聞いたんですけど、やっぱりあの兄貴についてなんか歌ってる感じですね。そうですね、なんかね、はい、さあ、今日ですね、19歳のダンサーでありながらアメリカで1年半活動した話をちょっといろいろ聞いてるんですけども、さあ、ノーサリットに行って、まあ、今ちょっと曲の間に話していたのは、その LA なんか本当にこういろんな人種がいたでしょ、はい、東洋人、黒人、白人、たくさんいます。歴史がみんないて、だから自分でいてもその恥ずかしくないっていうかね、はい、だから自分が日本人だけだったらちょっとあれかもしれないですけど、はい、ね、でも言葉は本当大丈夫だったっけ？いや、最初は全然ダメで、うん、日常会話もできなかったんで、うん、ボディーラングイッチで伝えて、うん、そのいろんな外人から英語を今度学ぶっていう、うん、投下交換みたいな感じをしてましたね。英語話さない人向こういっぱいいるから、そういうのはすごく社会的にね、結構そう許されてるでしょ。やりやすかったですね。やりやすくできてるよね、はいはい、さあ、その例えばじゃあ出入りはどんな出入りだったわけ？そのノーサルスでバイトとかできないでしょ？そうですね、お金の方はやっぱ親の方が仕送りさせていただいて。ご両親はそのケンジ君がその行くって言った時に何て言ったの？いや、もう結構中学2年生の時から行ってたんで、そのアメリカに行くってことだから、もう親もじゃあそのためにそのお金も貯めてバックアップしますという、すごい背中をプッシュさせていただきました。ケンジ君兄弟はいるんですか？お姉ちゃんが一人います。お姉ちゃんもダンスなの？いや、お姉ちゃんはシンガーです。いや、すげえな。エンターテイメント一家やんけ、朝山一家。ありがとうございます。そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、そこのご理解ももしかしたらご両親あったのかも。そうですね、知らないですね、はい、なるほど。それでですね、今後はどんな活動をしていて、どんな野望を持ってるんですか今？まあ、今レッスンで、まあ、いろんな人に僕のことを知ってもらうっていうのをやってるんですけど、うんうんうん、まあ、最終的にはやっぱ日本のダンス業界を革命 したような人間、名前が残るような人間になりたくて、うんうん、で今若さもあるんで、うん、それを武器に今たくさんのこと考えて、うん、10年後とかを計画してます。素晴らしい、素晴らしいです。で、明日ムーブメントダンススクールでワークショップですね。はい。場所は上野校でやります。オッケー。上野校何時からですか？18時から20時で2時間やります。18時から20時ね。はい。参加したい人はどうすればいいですか？ムーブメントダンススクールの方に電話していただければ。あ、本当？はい。で、明日はちなみに何のワークショップなんだろう？ヒップホップで先ほど流したブラザーの曲で、感情を重ねて踊りたいと思ってます。だそうです。皆さん、よければムーブメントダンススクール、コンタクト取ってみてはいかがでしょうか、ということです。じゃあ本当にね、ケンジ浅山さんですが、じゃあケンジさん、最後にリスナーに一言、ラジオ聞いてる人にメッセージなんかあればお願いします。ダンスみんな愛してください。リアルで楽しいと思います、はい、ケンジ浅山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、とりあえず帰ってきました。なんだっけ、ラジオから帰ってきて、まあ、どんな感じですか、いかがでしたか、皆さん聞いてみて。結構僕もすごい恥ずかしかったんだけど、ラジオ中継中は撮影がちょっと俺シャイだからできなかったんだけど、言葉で言って表現するとこう入ってレコーディング室みたいな感じ、本当に。でマイクもあってヘッドホンして聞いて、普通に直接目見合って話してみたいな感じでした。でなんか初体験で意外とやっぱ楽しかったかな。すごくなんか勉強になった、新しい経験したから本当に楽しかったです。ということで今回テレビ東京さんのところに行ってラジオ中継してみましたっていう言うかもらったんですけど、そういうチャンスを、本当に今回チャンスをくれたムーブメントダンススクールのたくさんありがとうございます。面白かったら高評価、いいね、コメント
チャンネル登録よろしくお願いします。とりあえず俺はもう眠いから寝ます。